てちゃう編集部イケチンです。はい、というわけでこの番組やってきました。いきますよ、せーのーパンチピー。はい、2022年ファイナル、2022年の最後でございますから、その年を締めくくる総集編としてお送りしていこうとは思っております。この総集編にふさわしい題、何か悩みませんでした動画のコメントもね、もうダントツ1位の棋士がありました。これを打てと打ってきたよ。というわけで今回の棋士こちら、これだー、 P 型のゾウ。いや、こちらにね、ウルトラマンティガ 1500×80 で書きましたけども、この台で一番強いの誰かって言ったら型のゾウでしょ。主役ですよ、もうこれは間違いなく P 型のゾウですよ。 P 型のゾウに、はい、保留、これ非現人保留、一応あのメガネをゼブラにしてみましょうか。ゼブラ保留の非現人が戦いを挑む、そんな動画となっております。ただこれまでの P 型のゾウとの戦績、散々たるものでございますから、本日最終戦きっちり決着をつけてやりたいと思います。こっちかこっちだ、どっちだと思うか今予想しろ。いくぜー、パーシピー。おはようございます。本日年内最終戦なんですが、抽選の方が120番ということで狙い台が取れないかもしれません。この後入場です。おはようございます。はい、おはようございます。こっち、ああ開いてないかもしれない、開いてないかもしれない、開いてないかもしれない、全然開いてる。いきましょう、お前ら最終戦やぞ、やったらかんな。さあ、それでは行きましょう。はい、まあ、スペックの説明とはもうさすがにいらないと思いますけども、簡単に説明しますよ。319で 50% 突入、なんと右は 84% 継続らしいです演出についてはもう散々いろんなところでやりましたからね。カスタムが出る、ボタンがポコチンする、以上で、今回は当たるたびにカスタム変えていこうと思います。朝一はボタブルでございます。その前に後ろ側のリゼロなんですけども、リゼロが1台空き台のある中、ティガ満台ですよ。強楽さん、ティガが朝一から満台ですよ。いきましょう。いやー、びっくりしたわ。でもティガ全部埋まりましたね。好きだねみんなねさあ、というわけで早速でございますけども、皆様2022年どういった1年でございましたか。私はね、一応こう世間では後役っていう年だったのかな。1年の中盤ぐらいからね、まあ、いろんなのこうなくし物とか、はい、実戦もうまくいかなかったりとかあったんですけどね。あの仲のいいフォロワーさんが塩くれたんですよ。これすごいいいんだよつって、そこからねめちゃくちゃエンペラタイム入りましたんで、はい、意外にああいうのはやっぱ効果あるんですね、はい、僕何気にこう見えて頭結構物理能と言いますか、めちゃくちゃザ理系なんで物理で証明できないことはうーみたいなタイプなんですけど、そういうなんか信じる心とか信仰心と言いますか、はい、そういうのを持ってやってみたいなと思っております。はい、お流変化も関係ない、もうダブルしなければ無視して OK。当該変動あるかもしれんからな。ここよ、ここ、はい、ブル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 、はい、なし。さあ、本日初の SP ですけども、正直に言っておきます、もうほぼ覚えてません。一番占有率があの高い SP ではありますけど、そりゃそうやろ、誰だってね嫌な思いしたものはね記憶から消したいんだよ。まあ、ただ演出の流れを知ってもらうにはちょうどいいかもしれませんね。ボタブルカスタム のカスタムが出てない、で最後これ落下ボタンがポコチンしない、これで外れです、はい、もうこれが外れパターンです。まだ手が打ったことない方はこれだけ覚えてください。それでは初当たり引くまでの間に、まあ、パチピ今年1年間の振り返りをしていきましょう。全部で14機種打ちました。まず一覧出しておきましょう、こちら、はい、
まあ、もちろん一番多く打ったのはミドルでございます。8機種で続いてね、今年はライトミドルの方も4機種ほど打たせていただきました。あとはパチピ初のアマデジ、これもね1台打ちました。あとは1台こう特殊っていうのはこれアズールレーンね、先月打ちましたけども、まあ、あれはまあミドルとはちょっと言えないからね、特殊っていうふうに、それで全部で14機種でございます。でも今言ったこの3タイプ、まあ特殊で4タイプだ、タイプごとにねやっぱこう得て増えては結構はっきり分かれたかなと。でまず見ていただきたいのは、まあ、閉店まで打ち切る番組ですからね、移動がない限りね、投資金額だから玉数で表記しますけど、投資の玉数総投資ランキングご覧ください、こちらです。はい、そうです、まず一冠おめでとうございます。1年間14機種打った最多投資金額、ティガさんでございます、おめでとうございます。ただ1位のティガでもですね、2万発投資2万発超えはないんですよね、まあ、投資で万発超えたのが8台、ただあのピートレックマーメイドさん500円が125玉ではなく114玉です、はい、逆にあの投資がかからなかった台なんですけども、まあまあ順当にライトミドルとライト、これが多いですよね。まあそりゃそうだな。ただ一番投資がかかってないのがカラクリサーカスなんですよ。で1年間全14台の平均投資でございますけども、去年の平均投資覚えてます？なんと毎回万発超えだったんですよ。今回も万発超えました、ありがとうございます。今年はね1回の平均で1万154玉投資ということで、すごい番組でも、どうなんですかね、まあ2021年、去年よりも今年2022年の方がパチンコでさギャーンってこう短時間で出るスピードの速い機種多かったじゃないですか。だからあの僕の投資の問題だけじゃなくて、こう一般の皆様の投資もまあ去年に比べて上がってんのかな、だからちょっと追っちゃうじゃない、帰ってくるかもしれないと思うとさ、なんて言ったってさ、あの前回打ったアズールレン、あれ実質的なあの初当たり確率4キュッキュでしょ、これ重すぎて動かないかなと思ってたんだけどさ、あれは全国データ的にはね結構動いてるわけよ、だからみんなが4キュッキュも耐えれるぐらいの投資に慣れてきちゃってるのかなって。だってさ今思ったけど2021年ってさ、ミドル打つとミドル当たりしないからちょっときついですよって言ったユーザーさん多かったんですけど、今年はこうね来店で遊び行った時とかにさ、一緒にこれ打ちましょうよって言うと、あいいですよっていう人増えたもんね。パチンコパチスロ業界かなり動きのあった1年ですからね、パチンコがどん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 早い機会が出てきて、でスロットに関してはついにメダルなくなりましたからね、スマスロの登場ですから。そして来たら2023年にはパチンコもですね、玉触らなくてよくなりますから、スマパチの方が出てきますからね。まあ、スマパチになったら初当たりが341後半ぐらい分の1まで OK になるって言ってますからね。まあアズールレーンの4キックが受け入れられてるんで大丈夫と思いますけども、パチンコの新時代楽しみにしましょう。続きまして初当たり回数ランキングなんですけども、こちらご覧ください。はい、まあ、この辺も初当たり回数が多いのはもちろんこうライトとライトミドルになってくるんですけども、ただ私ヒゲちゃんね、こちらのパチピ初当たり回数、初当たりパターン的にはしっかり見せられている番組だと自負しておりますので、まあミドルでもトータルでまあ7回近い、平均7回近い初当たりをお見せしてますから、だからねこれを見て分かる通り初当たりパターンが見たければぜひですねパチピ見てください。ちなみに初当たり確率スペックごとに出してみました。でミドルスペックが 325.4 分の1、全8回ね、もうほぼ確率通りで、ライトミドルも206分の1、これもまあまあ199だからほぼ確率通りで、アマが 95.5 分の1、まあ、これもちょっといいけど確率通りなんだよ、この3つは鳴らせば確率通りです。で最後特殊スペックアズレン 917.5 分の1。まあ1回しか実践してないからね4キュッキュ機種で、これはしょうがないよね。
なのでどのスペックも、まあ、1年間通してみると、まあ、確率通りに引けていましたよという年になりました。でそんな中ね、大幅に回転数のランキングをついてみせましょう。これアズレンだと思うでしょ。違うんですよ。1位はリゼロでした。1121回転、1年間で1000超えたハマリ、リゼロ1回なんですよ。そんなにパチピ大幅にないんだね。2番目がサラキンの975で、3位があのアズエルレーンの868回転と。ただこれパチピーの中ではの話なんで、今年1年で言ったら1000ハマリいっぱいしましたし、一番1000ハマリした騎士がティガちゃんでございます、はい、だからティガちゃんに関して言うと、まあ、一番初めに先行導入店で全治2万をやって、まあそこからの付き合いですからね。1日打ち切って初当たり3回、ラッシュゼロからこの子と の, あの出会いは始まりましたからただですね、今言ったこの初当たり回数ランキングでもこのディガちゃんタイトル取ってます。そんだけ負けた負けたってイメージあるんですけども、なんとミドル騎手に絞れば初当たり回数一番引いてるのがティガなんですよ。すごいない？一番投資してるけど一番初当たり引いてるんだよ。すごい騎士ですね。本当に一生忘れない君のことは、はい、ここまでにニムボンを紹介してきましたけどもね、まあ、投資金額と初当たりだけ見ると去年とほぼ変わらない、はい、パチピーといえば、まあまあ投資して初当たりいっぱい見せる番組そこじゃないよ、パチンコ番組の面白いとこ。ギャーンでしょ、ギャーン。後々発表しますね。楽しみにしててください。気づいたらリゼロさんも満台ですね。今年もエヴァリゼロの2強でしたからね。すごいよね。去年末からずっと稼働キープしたもんね。エヴァはほんとすごいね、まあ、世間的には言った通り、エヴァリゼロが人気でしたけども、私平原人が今年パチピーで打った14騎士の中で、まあ、好きだった騎士、面白かった騎士を3騎士を挙げてと言われるとトップ3位がですね、モンキーかな、モンキーターン、まあまあかなりシンプルで打ちやすかったですね。右がすごい面白かったかな。で2位は一騎当選する。一騎当選なんて、どっちかというと結構負けてて、パチピーでもマイナス収支だったんですけど、ね、あれはねこう右の見せ方が面白いし、左もなんかまあ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 覚えやすかったですよね。どっからでも期待が一気に跳ね上がったりとかね。今年の非現実的1位、両大オブザイヤー、荒栗サカスです。おめでとうございます。シンプルに演出のバランスも右打ちも全部好き、うん、うまい、音も綺麗、うん、まあ、スペックについては人それぞれ好きってあると思いますけども、私はあの上位ラッシュのあるタイプでは一番結構バランスよく打てたんですよね、はい、でヒゲちゃんね、データを見ても分かる通り初当たり引きますから、オール1500機やっぱ好きですよ。バカボン、あと時点で何気にアズールレーンがめちゃくちゃ興奮した。興奮するっていう意味ではアズールレーンとモンキーターンだなモンキーターンの右打ちはなんならもう疲れるまである。アズールレーンもか、疲れるそれぐらい興奮できますね、はい、まだ打ったことないという方はもう一回パチピを見直していただき、実際のホールで遊戯してみてください。さあそして、サイプレーの方が終了しました。今日ね右から左から撮ってるから、あの回転数見えないと思いますけども、現在が174回転でございます。2枚目いきたいと思います。え、何、逆も言えって、逆も、ま、去年は言ってないですよ。ただ皆様に聞きたいです、言う必要あります、ほらね、言う必要ありますか。まあ負けすぎたっていうのが一番でかいかもしれないけどね。結構打ったんだけどな、その騎手いろんなものが確率通りに収束しねえんだよな、なんでかな、ティガちゃん今までにいろいろありましたよ君とはね。まあ出会いが言った通り初当たりも引けず、ラッシュも突入せずでしたね。そこから次打った時は初当たりは引けたじゃない。でなんならもうベチャーのチャンネルじゃないですけども、
極意機動って番組で次が打った時は2万発出したじゃない、ね、そろそろ神回みたいな、そういうのが出ていいぐらいあなたに対しては偏った引きをためだと思いますよ。でコンプリート機能ついてないんだからその上行きませんもん、ウルトラーみたいなやっちゃいません、迂回してやりましょうよ。2022年の金メダルはこの金ピカ台でしたって、よしやりましょうよ。さあというわけでとりあえず初当たりいきましょう。真面目、一生忘れない君のことは。当たらんの、まあ、もうちょい雑談します。まあね、年末の最後のパチピーは大体トーク会ですから、だから大体どの番組もそうなるでしょ、テレビだって。とりあえずじゃあパチピーの、ティガを打った回の皆様のコメントの方紹介していきたいなと思います。まあ解説がすごい分かりやすい、パチピーだけは必ず見てます。更新頻度をもっと上げて週1にしてくださいとか、あったかいコメントばっかりですね。めっちゃ嬉しいな、みんなありがとうね。なんだかんだね、みんなティガ好きですよね。さて最終回ね、12月の今年最後の回で何打ってほしいですかって声で一番多かったのが言った通りこのティガですよね。しかもダントツでティガのリベンジ待ってます。ティガから逃げるなっていう声ありましたからねティガから逃げるな、逃げたらなんだろう、ずっと平手まで打ってないねんか。いやーでも多分年のせいにね、ティガを打つとはね全くね思ってました、僕も打とうと思ってました。だってさ、今年打った台の中で14騎手の中で年の最後にもう1回打つのってこいつしかないでしょ。全地でクソ負けて、プライベートで2回打ってクソ負けて、でその後にあのパチビで打ってクソ負けて、今日で全部取り返したから。それか、行くとこまで行け、もう突き抜けろ、もういい、もう今悪い展開になろうが君の稼働は変わらない、行け、もう行くとこまで、一生みんなの記憶に一生残る、そんな人生にしようぜ。早速ですが今日のラッキーアイテムに頼りたいと思います。これもいただいたんですよ、家さんって。ストレスがたまること多いと思いますけど、このストレス解消にぎりあげるんでこれ使ってください。これトマトさんなんですね。はあ、さあ2枚目終了です。次で3枚目でございます。ちなみに回転数は381回転。これは孫をことなき忖度ですね動画のコメントに、まあ、ティガ打ってティガ打ってって書いてくれた皆さんのおかげでもありますよ。これ今日はじゃあ勝たなきゃダメだよ、これ言い訳もう何もできないよこれだと。おお、来た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 、ついに来ました、お待たせしました、無言でしたよ。さあまずカスタムのボタブールは絡みました。はい、入賞フラッシュの白でございます。回転数489回転、タイマーはノーマルタイマーでございます。今のところそんなに強いものは出ておりませんが、はい、果たしてポコチンするんでしょうか、お楽しみに4点、天敗図柄の補佐がございません。普通はね、あーゼブラ出ました。さあというわけでボタンバイブゼブラでございますからもう大丈夫でしょう。であとはラッシュに入るかどうか。ちなみにですね、今年1年のラッシュ突入率ランキングでございますけども、はい、100% 突入した台がですね、なんと今回4騎手もございました。忠実打ち切って 100% 突入ね。その他の台でもおおむね、まあ、確率くらいないし、確率よりあのいいぐらいでラッシュには突入できておりますが、1騎手だけ確率を大幅に攻めている台がございます。貴様やなんと2022年でミドルスペックで一番外れる日ですが、最もラッシュに入らなかったのはこの子、8回引きまして突入が2回 25% です。
その前に打ったゼンツ8000も入れると11分の2です。やってんなお前、食べに食べた分返せや。 50% やぞ 50%、 みんなで嘘つきだと思われてるからな。さあこれパコチーン、パコじゃない、これカスタムが出てパコチン、こんだけです。投資の方が 26.5、 図柄が4。さあこれやぞ、俺はもう気が短いから連打や、連打、レインボーにならなければアウト。おれーおれーはははははははあもうお前の、ああこれで僕 の、 あの出ちゃうウェブチャンネル動画史上はですね、ティガは12分の2です、ね、6分の1。かーもういやーさあカスタム変えましょう、一回一回変えていこう。入賞フラッシュ、はい入賞フラッシュしましょう、はい、入賞フラッシュいきます。さあリーチ中に喋りましたけども、ラッシュ突入率ね、まあそれぞれの台の突入率違いますけども、 60% 以上の突入台、これの場合はね本当に数値以上の突入が多かったです。 100% 突入させた機種、一騎当選、ダンマチ、金太郎、アズレン、この辺が4、この4機種が 100% 突入です。で続きまして初当たりこそ引けなかったものの、3回中2回リゼロ入れてます。 66.7%、カラクリサーカスも8回中5回入って 62.5% です。モンキータンも一緒ね、はい、でアマデジの徳森ミート君ですけども、10回中初当たり10回中6回、 60% ね。金オギアに関しても11回中6回で 54% です、まあ、ゲンブラックはちょっと下回っちゃったな、初当たり6回中3回 50%。 ジャギさんはさ、まあサブ位置じゃない、で6回中2回 33.3% これぴったしなんですよ、これまあ 33% ならしょうがないけど、それ以下やぞティガーな、現在 16.6% で推移してます。初当たりも12回のトータルだからな、どの台も終日出ればだいたいおおむねそれっぽい確実に落ち着くんですよ。なぜ君だけは全く収束しようとしないの、ね、ウルトラじゃなくてさ、不思議よ。いや本当やめた方がいいよそういうのはね、入賞フラッシュカスタムだからね今、マジでやめた方がいいよそういうの。赤堀江と次回予告だよ、しかも刀ゾアだよ。うわてか子供たちも走ってくるよこれもう、あ5点だもんね、5点は発展した時点で刀ゾアか、ああ金です、これめっちゃ熱いんだね、金のやつね。さあいらっしゃい、今日1回目、子供たち、もう俺ポコチンしなかったら怒るよマジで。あ当たりました、ありがとうございます。さあカスタムからまず当たりました。ガタノゾーの SPSP の方に行った場合は、チャンスパターンが一つでも出れば大当たりの方です。タイトルが金の時点で当たりですし、こちらあの歌も流れましたんで楽曲変化もありますんで当たりです。おうおお、入場暮らしなし、ポコチーン、セルビーやったぜ、20回転5通から追加投資ナッセン、これで初当たりも319を切りました。そうなの、初当たり引けんのよ、ここやぞお前、コリコリ連打するからな俺は。ストレスを緩和するためにこれでやりましょう、こいつで、このトマトで、頼む、やったやったぜレインボー、よしよしそれや、じゃあはい皆さんご一緒にズッポーシ、 OK 追加投資ございません、50%
13分の3、今日でやろうぜ。さあ行きましょう。ここですよ。84%、1500オールかける84%ですからね。さあ行きましょう。レディゴー。右打ち中は大当たり 67.7分の1でございますけども、転落が319やぞ。最高スペックですから見せようぜ。さっさと貯めてきただろう。ただね、3つドライの方が狂気で一撃6万発出してるんですよ。やるやないか、できるやないか。で右打ちはマルチタイプ以外が出てるときは転落がございません。はい、あとガタナゾーは以外と対決したときはそれも転落がございません。ガタナゾーが出てこなきゃ大丈夫、そんだけだから。通常時はガタナゾーが出てくることを期待して右になった瞬間にガタナゾーは来ないでと言えばいいんだよ。来んじゃねえぞ、もう絶好だよ絶好。もう100いくぞ100。こういうとこだぞ本当に。もう寝かしたい、怖い怖い怖い、寝かしたい、寝かしちゃダメ、ダメなの。もう今にも来そう、やつが、やつ、やつの気合を感じる。いやもうサブブレイクブレイクブレイク、もう無理無理、結構頑張ったよ俺。カスタム入れましょう。ピーフラポータブル、今今今おーい違う。お願いした、俺が悪かった、悪かった悪かった、やめて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 、あちぇー、怖え怖えっぺ。やだやだやだ、一番危ねえやつ、落ちてすぐ刀像は一番危ねえやつ、バカだろ本当に。じゃあ本当にダメだって、ねえねえ、一個ぐらい確率通りになろう。あーやった、アブレッペしてありがとう、大好きですウルトラマンティガ。あぶねえ、うわ怖え怖え、うー全部1500発です。もう全部チッパーでいきます。危なく実戦終了で言いそうでしたよ。さあ覚えていますか。ここからはウルトラチョコラッシュ、めちゃ速い、一回やってるだけでめちゃ速い。ただその早いところほとんど体験したことがない。あーん、ゴール早い、キンキンキンしました、ハマった分、4回転。ちょっと今日6万発一撃出してる方いらっしゃいましたからね、長崎から遊びに来てくれました、はい、6万発お持ち帰り、はい、というわけでお持ち帰りの話が出たところで、はい、パチピ2022獲得玉数のランキングの方をご覧いただきましょう。こちらです。1位はモンキーターンです。2位がカラクリサーカス、まあ、好きな騎手2騎手やっぱりね、うまく連チャンさせれた騎手っていうのは好きになりやすいよねっていう。3位はですね、アズールレーンでございます。アズールレーンはね、上位に食い込んで、まあ、しかるべきスペックでございますから、そういう意味ではウルトラマンティガーも上位の2位と思うんですけど、上から見ていってください。1番ティガーはウルトラマンティガー、ウルトラマンティガー一番最後、お前話してる最中やってなあ、今日は持って帰ろうよ、ね、今日持って帰ろう。みんなね、こういう中途半端なの一番嫌いだよ。どうせならよかったねヒゲさんと、そういう絵にしたくない。最後にいたやるやないかティガー、今日は違うな、やるやないか、どうしたんや。さあというわけで戻ってまいりました、これで6先発。そうなんです、2022年でミドルスペックで最も初当てる引き出しティガーですが、獲得玉数の方はビリ0玉でした。というわけでこれで4冠です、おめでとうございます。すごいね、今まで言ったやつ全部1位かビリだからね。あのだからみんなの記憶には残ってますよ。あーぶるったー、今日のティガは一味違う、今まで貯めた部分を全部、年末に一番目立つためにためにためたんでしょうね。
今のところですね、これ4部門喋ってきましたけども、はい、あと1部門ございますからね、はい、全5部門私は5個のまとめを持ってきましたから、グランドスラムなるのか楽しみにしていてください。でも今日はね、なんかいける気がするわ。うわー、ピーグラがここでなる、かっこいい。ガタのゾウさんと今日は仲良くできそうです。いきましょう、ゼラライ。はい、すげえ。本当はこういう台なんじゃないの、ね、あれ今まで悪かったの僕です。謝っときましょうか、先に。まだ謝らない。今日の実戦終了時に謝るか謝らないか、はい、どうだろうね。なんかこのままだとね、土下座までしそうです。勘違いしてましたと。さあ、モードの方を変えました。実は最近こちらがお気に入り。このパーセントプラスボタブルとピンフローを入れておくと楽しいんですよ。ここで何かしらのパーセントが出たときにブルブルするかピンフローがなるか、これを待つんですよ。この打法で、極秘軌道で、あーブル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 、これの10です。ありがとう。こうやって2万発を達成しましたから、非常に相性のいい打法です。でこれラッシュ中のモードなんですけども、シンプルに何のカスタムもしないで、あの保留の期待度が出てくるモードにすると、もう結構淡白でね。でもね、カスタム入れることで一気にこうね変わるんですよ。ちょうどいいバランスで期待できるの。いや、万発を、本当は万発簡単なんだから。もうね、今までこっち見たけど、今度こっち見るようになるから、ここがまず変わる。変わる、なかなか変わらない。そろそろ変わる。変わる前にやつが来る。ただ今日は親友、いらっしゃい、待ってました、待ってましたよ、いらっしゃい、見ててください。こう握手してからもうシェイクハンズ。なんでなんで歩み寄ったらそうなの。そういうやつたまにいる。ダメだよそういうの、仲良くしようよ。はい、赤まで行けばいけんだから。ダメだこいつも、ダメだお前も、絶対謝らん。今イーブンぐらいやぞ、どっちが悪いかって。さあここ、あーやったー、もうザオリもダメマチピー。なんでなんで歩み寄ったらそうなの。さあというわけで、先ほど入賞フラッシュ出ませんでしたから、もう一発入賞フラッシュモードでいきましょう。まあなんだかんだでサダマプラスになりましたからね。じゃあもうこの流れでサダマについても喋っていきましょうか。前回のアズルレンを打った時にもうこの1年間のトータルサダマについては喋ったじゃないですか。でアズルレンの方も前回プラスで終わりましたんで、現在14回のトータルサダマプラスの8602玉でございます。だからこのウルトラマンティガマイナス8000発までは今年1年プラスで買えれますからね。ちょうど今日の投資分ぐらいですね。だから今日これ以上追加投資をしなければ、獲得した玉が、それすべて今年1年間のマッチでのプラス定まとなります。なので今はプラスの1万発ぐらい。さあ最終的に私イゲンジン2022年のマッチピー収支プラスで上がることができるんでしょうか。ちなみに2021年の最終戦、ユニコーンで決まるよという状態でしたが、一度全体のプラス域に行って最後飲まれてマイナスになって終わりました。2021年はマイナスでした。そうなんだよね、こんだけさ1台を閉店まで打ち続けて今年総トータルの定まプラスなんですよ。すごないマジで。もちろんね、前にコメントでもいただいてましたけど、東京都でしょっていうのが声があるんで、まあ、それ加味したらなんですけど、定まだけで見るとプラスです、まあ、平均の投資が万発超えてますからね。で1回平均にするとプラスの614玉のプラスね。平均で1万154玉投資して平均で1万768玉持って帰ってるってことです。まあ、今年1年はストレスフリーな回もあればそうじゃない回もありました。でも鳴らしてただまではプラス、素晴らしいですね。これで初当たりが268分の1で、継続もラッシュ1回で7連してますからね。
ほうほう、ショット命中率も、2の1で 50% です今日は。あれ今日はまともじゃないですか。でラッシュ突入率も、あ、7点、今話してて隣の方と、え、保留も変わってないし入場ラッシュもしてないよ。え、何考えてんの。ああ、何にも起きてないよ。ただの7点、ただの7点ってすごいパワーワード。どうした。ああ、ほら 0.5 当たりラッシュ、すごい。どうしたの。67回転。え、入賞フラッシュどこ行った。あー、というわけでなんとなんとすぐ入っちゃいました。出られない。これで 66.6% です今日は。3の2でラッシュ。わー、こんなこともあんだね。本当に帰ってきた。嘘から出た誠、はい。あらら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 、あらららら、すごいね。7点だけで通したわ。よう分からんやつだな。います、ほら37だけ。はい、光りました。これ実戦上に押し続けて、変わらなかったとき、あら、ブルブルブル、一回もですねラッシュだったことないんで、押す的に注意です。やります。さあ、伝説を作るぜ。今日の目標は9万5000一発やるぜ。残念。さあ、というわけでまだまだお時間ありますよ。今日のティガは一味違うと思います。最後までご覧ください。パーチピー、ただの7点ってすごいパワーワード。さあ、というわけで、出玉の方がなんだかんだでもう1万3000発近くあると。ここからこれが全部飲まれるってことは考えづらいですけど。ああ、みんなすいません、もうちょいひりつくバトルになると思ったんですけども。カーボ長めのウイニングランご覧ください。さあ、そしてこのタイミングでですね、最後のタイトル定まランキングの方を発表させていただきます。1位はですね、カラクリサーカスなんですよ。はい、まあまあ、もう好きなにも伝わるでしょ。初当たりも引けてるし、ラッシュも入るし、最終的な定まも一番高いんですから、それは好きになるでしょうと。2位がなんとアマデジの筋肉マン特盛ビート君です。定まの2位がアマデジですプラス1万4000発で、3位がライトミドルです。どうなってんのね、ヒゲちゃん。だからミドルは初当たりいけるけど、出玉立つんだったらライトミドルがいいんじゃないのこれ。なので今年は大きなプラスを上げてる機種がないんですね。でずっと降りていってください、降りていってください、降りていってください。一番最後14位ご覧になってますか。はい、その通り、ウルトラマンティガです。おめでとうございます。さあ、というわけで5冠すべてコンプリート、グランドスラム達成です。ただ今日のこの回でプラスの、6000発近くを残すことになると、なんと5冠は達成できません。ティガちゃん、どっちを選びますか。今のところ暫定5冠です。投資玉数1位、初当たり回数もミドル1位で、ラッシュ突入率ビリ獲得玉数ビリ獲得定まビリということで、初当たり1位なのにその他全部ビリって2021年、去年のデータを見ていただいても分かる通り、一日中パチンコを朝から晩まで打ち切っても、はい、きっちり遊べますから、はい、スペックが、ね、だいぶ荒くなったと言われておりますけども、はい、やっぱり大衆娯楽だと、はい、ぜひ皆さんもっといっぱい打ってください、はい、よろしくお願いいたします。はい、私もですね、2023年も、はい、皆様がこの機種打ってほしいと機種を、開店から閉店まできっちり打ち切って、それでも多くの方がこの機種打ってほしいなと思ってくれるような動画を作っていきますので、応援のほどよろしくお願いいたします。はい、そして、私非現人、誕生日が1月1日元旦でございます。ぜひね、誕生日プレゼント代わりに、出ちゃうウェブチャンネルのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、チャンネル登録者が増えれば増えるほど、やっぱりね、
また面白い動画を作ろうという気持ち、大きくなっていきますので、よろしくお願いいたします。はい、さあというわけで残りの時間も打っていきましょう。パーチピー。あ、5点牌だ。ガタラゾーンいくぞこれ。でも溜まってるもんなマルチ。あ、金タイマー。金タイマー。え、また入場裏じゃないけど、お前いつまでこの、あ、もう軍も出た、後ろに確定ではない。あれ、入場裏して出ない方が熱い、まさかそこまである。これ激熱なんじゃないですか、さすがに。はい、激熱。はい、さあ保留が緑ですけど、まあ大丈夫でしょう。こうやって赤になるでしょう。はい、あるやつですね。あ、しかも1点牌じゃん。当たりです。いつの間にか1点牌になってました。247回で、さあこれはもう当たりが確定しておりますのでメモらせていただきます。持ち出し外れて、さあ復活パターンでございました。やっぱこの展開で真ん中だな。はい、からの復活いきましょう。パキーン、かっこいい。さあ一途から本日4回目の初当たりもうメモってありますから大丈夫です。1回から連打しないで見ましょう。1回過ぎろ。さあ行くぜー。おー、ポコチン背中ない。やったぜ、4の3帰ってきてます。7に昇格。イエ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 イ。さあまさかの展開よ。初当たりも抜群、そして突入で 75% イエイエイエイ。84%、これが俺のヒーロー、オールドマン行くか、行くぜー。ちなみにここで補足でございますけども、先ほどまで1回目の当たりまでの私異原人がパチピーで引いた転落319確率、実質確率264分の1だそうです。当てすぎなのよ。そして当たり 67.7 分の1でございますけども、こちらの方が75分の1ぐらいだそうです。そりゃ伸びん。さあその分も返してもらおうぜ。今日いろんなもの、今まで食べたいろんなものが返ってきてますから、ドカンと行こうぜ。 OK、 5点。はい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 。おー、復活メイフラー、いがー来ました、ウルトラマン。はい、シャッチー、いったぜ。今日三度チョコなし。さあ、やろうかもしれない、来ましたよ。どうする、休憩してよかった試しがないんで、この子に関してはだから、この子はいつものディガと違う。手を止めよう。やりよう。よっしゃー、ナイスレガス。オッケー、ポコチー。今日は本当に素晴らしい時間。さあ皆様、ティガ、そして非現実劇場、最後までお楽しみに。気づいたんですよ、保留変化も保留告知モードにしたら全部終わってるんで、ノーマルモードで突き進んでみましょう。で一番ティガが気持ちいいようにやればいいんですよ。通常時は入場フラッシュカスタムが多分いいでしょうね。で右打ちはノーマルですよ。このままあんまり遅刻せず当たらなそうならちゃんと寝かす。大体こいつの何が好きか分かってきました。ほら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 、ためてためてためて。あーい、降臨。どう、いくつ、降臨でないのね。はい、あ、ちなみに降臨3000、4500、6000、7500とありますけど、降臨7500の確率が、ざっとですよ、ざっくり計算したら約15億分の1です67.7の5乗です、はい、
約15億分でしたよね。もうそれあれだ、俺もパチンコマスの引退してもいいやっていう。それだ、俺が目指すのは。やろうぜティガちゃん。降臨7500、一つ目標ができました。もちろん最終目標は降臨7500でございますけども、今ね、もう間違いなく五冠達成ならずなんです。定まで、まあ、今現時点で7位6位まで来てしまってますから、このまま定まるプラス1目指しましょう。そうすると今まで一番マイナス1万8240玉なんで、3万5000と今日の6000、4万1000発今日持って帰れば、あなたは五冠だ。あと2万5000発、君にはその力がある。 RP、 はい、94、95、96、97、98、ブレイク、ブレイク。200回転、スタッフ変えましょう。エアバイブにしましょう。インフラをなくして、おーして乾かそう。ちょっと今緊張してきたからね。さあまたブレイクいきましたよ。違うお前、296。まあまあまあ、これはそろそろ落ちるでしょう。だティガちゃんもミスター中途半端なのかな、そういう感じ、そういう感じなのかな。徐々に増やしていくタイプ。皆さん報告します。緑のままですよ。はい、手が乾いてます。なんとここでエアバイブが出ていました。こういう使い方ね、かっこいいじゃないの。素晴らしい。本当は刀の像は結構続くんだね。そうなんだね、知らなかった。もう一発出たのよ。7500までは普通の、81パキシなんだから、あなたは84%、すなわちもう1回もらえるんだよ。9000発出たら OK。 これがティガーなの。はい、あれ降臨引いた、違う、大丈夫。はい、何チューンしない。7500、あと2万発行こうぜ。そして今気づきましたけど、右ではほとんど続いたことがないので、右のエンスターあんまり知らないんですよね、はい、俺ね、ティガちゃんのこと知らなすぎだったね、はい、あーぶらったー、ポッポッポも出たー、すばらー、ティガー万発超えました。本日2度目の万発突破です。あと2万発で2024年のサダマトップに、14人抜きの、はい、サダマ1位に君臨します。やろうぜ、超かっこいいじゃんそれ。もうちょっとこのまま抜いたらそこで実戦終了してやるわ。じゃあ俺もう万発、あーぶったぜ、ヘイ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 。ボタブルとエアバイブ入れると基本的に両方出てます。よし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 、はい、9回転、これなんですね。これは気持ちいい。やべえの脳汁が、今年の年越しそばと年が明けてからのお雑煮は脳汁で煮込みたいと思います。さあというわけで、次当たればまず獲得玉数、これがビリからトップに行きます。1位がモンキーターン22,897玉ですけども、それを抜きます。もう1回当たれば、いや当たった、まず一冠、獲得玉数もこれでティガが1位になりました。すげえなお前、すげえなマジで、すごいすごいすごい。1万5000発いきました。あは、早すぎる早すぎる。この流れは降臨7500に近づいてませんか。これ詰めてっていう4つ全部当ててからの残りの残り4つ全部当てれば7500、もう一度言います、確率は15億分の1。いやでも獲得玉数なら分かるけど、サタマビリからプラスまで持ってくの、1位まで持ってくのすごいぞマジで。
現実的だもん。あとだって1万5000円だよ。めちゃくちゃ現実的になってきたな。あーいけるいけるいける。頑張って頑張って頑張る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 。よし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 。12連手が乾いてます。4回転これ5回転なんか惜しい。本当に5回転氷に近づいてる。次のあたりで2万発を超えます。よし2万発超えた。どうし早い8回転ティーガお前が金メダルや。2万発いきました。イエス。まだいけるまだいけるぞお前は。まだいける。あこっちの方超熱い超熱い。暗転からこれがあるのよ。オッケー来い。耐えられない。オッケー。これはいはい。オッケー。かっけー。もう緊張してきた。あれすごい緊張してきた。ここで落ち着いて現在の状況をもう一度説明させていただきます。ウルトラマンティガちゃん、ここまでにサダマス14位マイナス18,240玉でございます。そして1位カラクリサーカスプラスの17,463玉でございます。そして今日の投資が 26.5 本、500円114玉越しでございますので、ティガちゃんが今日41,745玉獲得することができればサダマも1位です。現在持っている持ち玉が32,793玉、残り9000玉を切っております。たったの6連や。いくぞ。あと6連21まで行けば実戦終了や。そしてあんたが伝説のヒーローや。レッツゴー。よっしゃ、あと5つ。よし残り3つ。うわかっこいい。ここで固まるぞ。かっけ。そして手が乾く。あーゴールしようぜ。3つだよ。あとはあ V ストック V ストック。なんで降臨やらねえんだじゃん。何や V ストックってあったんかお前そんなの。すげえ。なんでプチューしないの。あと2つ。惜しかったねこれ。1回転ですよ。その前5回転ここもう何ならもう4500の価値じゃんこれ。今まで1回見せられなかった V ストックが見せられたから。よーしあと2つ。6回転ラスト1回転。マジでみんな応援してくれ頼む。さあそしてここで3番パチュー。ラスト1行こう。最後にかっこよく終わろうぜ。頼む。よっしゃやった。皆様やりました。ヤバイブチャレンジ。最後にみんなで目をつぶって、はい、ウルトラマンティガをトップをサダマトップを祝福しましょう。この辺りで、はい、まさかまさか誰が達成すると思いましたか。さだま14位ドンケツからトップに返り咲きました。You are the hero。 さあというわけでこの後どこまで伸びるんでしょうか。最後まで見てくれよな。行くぜーパチー。あんたが伝説のヒーローや。ギガビョーイ。
やりました。さあというわけで2022年を締めくくるにもってこいの展開になりましたよ。オープニングで言いましたよね、こっちかこっちかどっちか予想した人当たりましたか。正解はこっち。すごかったわ。まあ結果あの後もう一回当たり引いてすぐ終わったんですけども、それでもですよ、全てをトップに持っていく。やっぱりね、ウルトラマンシリーズは体と山が光ってから最後に必殺技一撃でドンと全てをまくるっていうね、ヒーローってああいうもんだよね。いやなんかヒゲちゃんも感動しました。というわけで1日の結果振り返っていきましょう。投資の方が26,500円、玉数にして6042玉で、回収が42,746発ということで、すごいね、サタマで言ってもプラスの36,704玉ですよ。かー、やりました。ティガさん2戦のトータルのサタマでもプラスの18,464玉でございますから、はい、ランキングのサタマトップ、獲得玉数のトップもですよ、両方ビリだったのにトップに返り咲くというね、はい、素晴らしい展開でございました。その他細かい数字でございますけども、初当たりは4回、 205.7分の1、すげえ引けたよね。でラッシュ突入がなんと4分の3で 75%、 50% じゃない、やっぱりティガは入る。で継続に関してはラッシュ3回で平均が 10.7 連かな、はい、継続も 84% じゃない、もっと続く。まあでもいい勉強になりましたよね。やっぱりね、確率の重い台とかちょっと尖った台は1回2回打っただけじゃ分かんないからね、長く打ってみればきっちりちゃんと作った確率通りになりますから。ただその展開が偏ってる時の方が面白いから、今後もああでもないこうでもない言いながら実践していきたいなと思います。といったところで2022年のパチピーはおしまいでございますが、2023年も皆様がこういう台を閉店まで打ってほしいと、そういう声に応えてね、開店から閉店までいろんな台を打ち切っていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。そして私ヒゲンジン、自分ごとではございますが1月1日が誕生日でございます。おめでとうと思う方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくね。というわけで2023年もよろしくお願いいたします。